僕多分 YouTube 初めて見たの柴田さんですよ。ああ、名人とかなんだ。PDS とか。ああ、まあだってあれ初代ナンバーワンだよ。はじめ社長みたいなポジションだよ。ええ、そうなの。こんな人気すごくて、めっちゃ人気だった。本当にもうはじめ社長よりも先に芽が出て、うん、もちろんもちろん。ヒカキンと2強あったんですよ。PDS とヒカキンが2強で、そこでヒカキンが1個抜けたんです。バッ、そのタイミングぐらいで PDS が落ちて、そこからマックス村が来るんですよ。そこからマックス村がどんどん落ちていったタイミングぐらいで、はじめ社長とか出てくるんですよ。なんだろうと、フィッシャーズも売れてない時、はじめ師匠のバーターみたいなの出てたんですよ。はじめ師匠のコラボの時に呼ばれてるよくわかんないやつらっていうので、シルクがめっちゃちょっと笑ってるんですよ。で、人気だったんです。そこからフィッシャーズがめっちゃ注目されていくんですよ。だからはじめ師匠がフィッシャーズをある種生んで、マホとか10日生んだんですよ。イメージで言うとそんな感じです。そう考えると日からまた亜種だよね。そこからまあそうですね、うん、そことは全く関わりなかった。 YouTube ってそれこそつながりでできてたのに、つながり関係ない、なんかすごい出てきた。そう急にっていうのはびっくりしましたよね。見ててそういう新しい出方あるんだみたいな、まあ、それやっぱ嫌でしたね。そのつながりとかみたいな、その何やるのがもう無理でしたね。全員殺すぐらいの勢いでしたからホントに。何だお前らみたいなぐらいの思うと、それだと言っちゃうんだよ。そう普通に。今思うとどうなの、あの時の自分は。正しいでしょ。間違ってないです別に。そうだね、その時の感情だからね、はい。それだったらヘキトラもね、ジン君の傘に隠れて生きてた、だどっかおったの、うん、なんかな。あ、でももうあの人たちもうやめたらしい。ジャイアンの後ろに隠れてスネ夫みたいな動きしてきたのおったよな。でもあの人今別のスネ夫やってる。そのスネ夫になるつもりないですけど、気づいたらもうスネ夫になってるんですよ。今もう経営者の人とかでもやっぱ YouTube 出たいとか多いらしいんですよ。結局行き着く先は承認欲求みたいな。だからそう考えると、やっぱその貯金がなくてもこう見てくれる人とかがいるっていうのがかなり多分幸せなんだなと思います。間違いない。それはでかいですね。確かに人気があったら、だってサブチャンネルでね、メインチャンネルの人間より再生数取って優越感したってできますもんね。なあ、そうですよね。それが俺結構楽しみなんですよ。ああ、それは楽しみなんだ。はい、あ、今日じゃあその楽しみの回で。まあ楽しみって言ったら見てよかったわね。